妖術を使い、おピン、おあれが噂の町人だな。はい、助けよう。ちょっと嫌な予感がしてな。けど助けないと、あいつらがやられちゃう理由を果たせない。これぞ天の采配、助太刀をお頼み申す。いかびら助かった。こちらはもう大丈夫。向こうで戦っている我が兄弟の救援を頼む。世界にさまよいし我らを救ってくれるか。おまたらはまさに天が使わしたい。この聴覚とともに異界の神は現れ、そしてルサ殿に天罰を与えようぞ。天罰、この天の奇跡、我らに逆らう愚か者によって罰が下った。そのまま混沌を取らざる。天罰がもう一度見た。なるほど、そんな我が力は天より授かりし奇跡、偽物ではない。いや、奇跡を願う戦場にしてやる。嫌な予感しようぜ。この破滅、モタロウ、あんた救うべき人を襲ってどうすんだ。さあどうするか。間違ったね。どうにかコタロウを止めるしかないか。よかろう。敵の増援が現れただと。我らの先陣は撃させられました。しかし敵は急に内輪もめを始めます。内輪もめ、なんと今のうちにこちらも増援を呼ぶぞ。あのやつ安心したな。何かに攻撃すればおとなしくなるのか。来た、今回はあいつだ。今から倒してやるぜ。まとめてまとめて、そうか、お肉か。そなたの力、天も見ておろう。さあ抱き乱してやろう。なんとただものじゃなさそうだな。そうとしか思えないぜ。捕まっちゃった。まったく何がしたいんだ。勘弁してくれよ。敵とあいつらのことだな。目にもの見せてくれようぞ。兄上、大変です。敵の増援が現れました。ああ、もう味方とやり合ってる間に何やってるんだ俺。皇天の子のファイブルデマイ、これはきっと天が与えた猛者試練ぞ。勝利は天に祈るのだ。奇跡の力で敵を撃退しようぞ。承知しましたぞ兄上。どうしよう、死闘の間我らの護衛を頼む。なんとかピンときた。なんかすごい術だよな。守りは俺たちに任せとけ。天の力みなぎってきたぞ。いざあの者どもに手を出せ。あんたまで分身するのかよ。攻め滅ぼしてくれる。
の方だ。天も見ておろう。先に出してやろう。ただものじゃなさそうだ。そうとしか思えないぜ、これ。